こんにちは、ドクターハマーです。前回前々回とこうオルターナティブな世界像世界観の構築を目指すという形でやや野心的な話をしてますけれども、でその目的が達せられているかどうかというとちょっと自分でも怪しいなと思ってるんですが、前回ですね、そのオルターナティブなこう世界像の構築に向けてということで、こう何て言いますか、ストレートなその原因結果っていうかですね、その問題解決の方法と言いましょうかね、その原因を見つけてそれをやっつければ事態は良くなるだろうみたいですね、そういうこうシンプルな世界観の前に、そこに入っていく前にですね、そもそも問題らしい事象が見かったと、観察されたという時には、まずですね、それに関わる多くの人々の取り得る選択肢っていうのがかなり限られてしまっているんじゃないかっていう感じで、ちょっと想像してみましょうというような話をしたんですけども、ちょっとそれでもこう抽象的な感じがしますので、どういうことかっていうとですね、私が実際その博士課程でやった研究の中でですね、そのとあるこうスーパーマーケットチェーンですね、これはアメリカのだったんですけども、ですからその、言ってみればイトーヨーカドーとかイオンみたいな、そういうでかい全国ネットの全国チェーンのですねスーパーが倒産しちゃったと。で、日本で言えばダイエーが潰れちゃったみたいな、そんな感じの、会社の、事例でですね、実際その勤めていた人たちがこう非公式に会社のそのネットワークとか全然関係なく、こう会社の外でですね、設けたそのディスカッションフォーラムですね、でそれでそこで行われたその会話といいましょうか、メッセージ、そこにこう投稿されたメッセージを分析したんですけども、ですからそれだけ大きな会社が倒産したということでですね、いろんな問題が実際にそのオペレーション上の問題があったらしいと。でそれはもう会話から推察しただけなんですけども、見つかったわけですね。例えばこう今だったらもう当たり前になっているその全社的に統一されたその会計システムといいましょうか、レジとかですね、あとはスーパーですからその発注納品とかも全部その、一貫して管理できるそのシステムっていうんですかね、そういうものが今はもう当たり前になってますけれども、その私がスタディした事例ではですね、まだその辺がこう、だんだんとその統合されたシステムが導入されつつあるような、そういう こう時代背景だったっていうのもあってですね、でその私が、リサーチしたその会社はまだその黎明期というか、その実際に統一する必要があるよねっていうことは理論的には分かっていたんですけども、実際それをこう本当にこう何千店っていうその店全体ですね、本当に導入するっていうのは相当なこう投入といいましょうかですね、その導入の、苦労っていうのがあるということで、なかなかこうストレートにいってなかったようなんですね。ですからその辺は何て言いましょうか、こう四角四面に言えばこう経営者側の責任とも言えるわけですよね。ですからそのマネジメント側のもうここは全部その一貫したシステム、値段付けからレジからですね、全部この発注納品全部その統一されたシステムが必要ということで決めて、もう一斉に導入するというような形を取らないと、うまくいかないわけですね。その継ぎはぎで、とりあえずはレジからねとかですね、じゃあとりあえずその値段の管理はこのシステムでみたいなのがこうバランバランなままだといつまでたってもその
こう現状がつかめないと言いましょうか、こういらない商品がたくさん納入されたりとか、売れまくってるのになかなか納品されないとか、そういうことがまあ頻発するわけですよね。で、そういうことが実際に起こっていたようで、まあ、だんだんそのライバル会社の方に、ライバル店の方にどんどんこうお客さんが流れていくというようなことがこういろいろそのクレームされてたわけですよね。で、そういうような事態でしたから、で、会社が本当に倒産しちゃったと。で、働いてる人にとってみれば、この先どうなんだっていうのがすごく心配で、実際噂では、何千店かある店のうちのですね、もう半分ぐらい閉めないといけないんじゃないかとかですね。で、半分閉めるって言ったら、ほとんど働いてる人半分ですね、働き口がなくなるわけで、どうなるんだろう、どうなるんだろうっていう、まあ、不安なわけですよね。で、そういう人たちが集まって、その、メッセージを投稿する、その、フォーラムがあったわけですね。ですから、まあ、その集まる人たちは、多分その情報収集とかですね、その店がこう全国、アメリカ全国に散らばってますから、お宅どう、そこの店はどう、で、自分の店こんな感じなんだけど、こういうふうになったらやっぱりやばいってこととかですね、その閉められるっていうこととかですね、そういう情報収集っていうのもあり、あとはまあ、似たような境遇にある人の話をこう聞くというか、まあ、読んだりして、あ、まあその自分だけじゃないんだなとか、そういうこう安心感というんですかね、そういうこう目的もあってですね、いろいろとこうかなり多くの人が集まってきてたわけなんですね。で、ただその中でそれを分析している中で気づいたのがですね、こう大体その集まってくる人たちっていうのは、なんて言いましょうか、こう店で働く人たちの中でも、こう然るべきこうポジションにいる人ですね。ですから、どっかの人、まあ、食料品コーナーの責任者とかですね、そういう感じのポジションにいる人が多かったみたいで、で実際にですからこう、その会社での経験も長かったわけですよね。ですから、そのある程度こう、小売業を回していくための知識も持ってますよ。で、実際会社にも愛着持ってますよっていうですね、そういう人が結構集まってきたので、そういうラインのその会話が多かったわけですね。自分たちはここまで一生懸命会社のために働いてきたし、実際自分たちができるベストはやってるはずだと。ただ、その会社が敷いているそのシステムというんですかね。ですから、その値段の付け方にしても、すごくこう無駄な作業が多いとかですね、売れ筋の商品なのに、いくらこう注文しても入れてくれないとかですね、変ないらない商品がドカッと導入、なんか納入されましたとかですね、そういうことがまあ結構頻繁に起こっていたようなんですよね。ですから、そういうのに対して、もうこれじゃあ、いくら自分がその、なんて言いましょうか、その商品知識持って、見栄えよくですね、ちゃんと売れるようにこうディスプレイしたりですね、お客様に対するそのサポートっていうのもやっていても、もう限度があるよと。で、そういうようなまあ会話がこう多かったわけですね。ですから、大体その会社のマネジメントに対して文句を言うというか、批判するというか、で、その根拠っていうのが、やはりそのこう道徳的な正しさっていうんですかね、がすごくこう強いなっていうのを感じたわけなんです。ですから、その職業に対するその倫理っていうんですかね、自分たちは小売業っていうものを愛しているし、この会社っていうものも愛しているし、それに対して勤勉にですね、実際にその能力もですね、自分たちで考えながらですね、こうアップさせながら働いているのに、経営者側っていうのは、なんて言いましょうか、その株価の上げ下げとかですね、そういうこうファイナンシャルな面にだけですね、特化して、意思決定してんじゃないかみたいな、そういう形で、その、なんて言いましょう、その職業倫理とか、会社に対する忠誠心とか、そういったものをですね、その根拠にして、
批判してたわけですね、そのマネジメントの方ですね。で、ただ、もちろんその、そういう雇用者の人、非雇用者の人たちの方が、理屈は通っているはずなんですけども、なかなかその声がですね、こうまともにピックアップされている感じがなかったですね。で、逆にその、そういう、こう、まあ、非公式なフォーラムだったっていうのもあるのかもしれませんけども、結構そのヘッドクォーター、その本社の方では、なんかこう、うさんくさがられていってですね、もうあんなところに関わるなみたいな、そういう態度だったわけですね。で、それを見て、で、まあ、こういう話を聞かれるとですね、まあ、よくある話じゃないのかなっていうことだと思うんですね。で、私もまあ、それほど、こう、飛び抜けて、なんか注目すべきことがあるのかなっていうのはちょっと疑問だったんですが、まあ、その、細かく見ていくとですね、その、なんで、その、そういうことが起こるのか、正論と言いましょうか、きちんとその技術的な背景、持ったその提言のようなものもやはりあるわけですね。単純にその文句だけつけてるわけじゃなくて、改善策というんですかね、こういうところを直せば良くなるっていうようなことをですね、そういう情報も入っているので、そんなその敵視することはないんじゃないのかなと。もちろんその全部真に受けて、はいはい、何でも言ってくださいみたいなのも非現実的だとは思うんですけども、そんななんかこう、また、ね、その怪しいその非公式のフォーラム、相手にしてたら、ちょっと、なんていうんですか、相手にする必要もないみたいな、そういうこう敵視するようなことですね、そういうことをそこまでしなくてもいいんじゃないのかなっていう、でも、実際にその私がリサーチした事例ではそれが起こったし、まあ、一般的に見てもそんなに珍しいことではないのかなと。ですから、なかなか、まあ、珍しくないからといって、そのままそのこう放置しておいていい話でもないのかなということで、こう詳しく見てきてですね、でそれでそのこの道徳的なことにその根拠を置いて、こうメッセージするっていうところにですね、ちょっとキーがあるんじゃないのかなと。っていうのは、その明らかにそのフォーラムの参加者たちの方が、そういう面では正しいことを言っているわけですね。でも、経営側から見れば、もううさんくさいの一言で片付けられてしまうと。で、それでその見ていくとですね、その明らかにそのバランスが悪いなと。で、なんでなんだろうなって思ったときに、多分ですね、その道徳的なものに根拠を置いた、その正しさ、道徳的正しさに根拠を置いたコメントっていうのは、ただ正しいでは済まないんですよね。その、で、結構その、モラルとかモラリティとかっていうものをですね、文献をこう読んでいてですね、ああ、そういうもんかなって気づいたのがですね、その、道徳的なその正しさっていうのは、そもそもそのですね、とあるコンテキストにおいてだけのことであったとしても、例えばその私がリサーチした会社の例でいくと、その会社内に限られることだったとしても、その全員に対してこう責任が発生する。ですから、本当に我々非雇用者だけがその正しいことを知ればいいっていうことで済まない、それがその道徳的な正しさだっていうような、そういうこう、論がですね、いくつか見られてですね、でその一人の方が言ってるわけじゃなくて、何人かのそのいくつかの論文でそういうふうな説明がされてあってですね、ああ、そうなのかなっていうことで、ですから、こう、道徳的な正しさっていうものを、
こう表明したステートメントっていうんですかね、そのメッセージっていうものに関しては、まあ、基本的にその道徳的正しさっていうものは、こう一部の人に対して、ですからその言ってる人が、自分が正しいってでは済まないっていうんですかね。ですから、そのみんなに、その言った以上は、それに妥当する人たち、ですから会社であれば、会社全体に対してその責任を負うっていうんですかね、その正しさのためにですね。ですから、まあ、当然、その参加者、そのフォーラムの参加者からしてみれば、そのように、会社のためにこう与えられた環境で、真面目に地道に働いているということで、まあ、責任を果たしていると思うんですけども、それ以外の人たち、それを受け取るそのメッセージを読む側の人たちからすると、なんて言いましょうか、嘘くさいっていうんですかね、いやいや、そんなの、当たり前じゃんで済んでしまうっていうかですね、その会社のために働く、会社のために良かれと思って働くなんていうのは当たり前じゃんと。で、その一言でこう済んでしまうっていうかですね。ですから、あえてですね、マネジメントとかですね、実際にその采配を振る方、決定権がある方ですよね。首切るにしても、店閉めるにしても、権限がある、そのパワーがある方にしてみれば、あまり言わないというか、言ったところで、何て言いますか、きちんとどういうパフォーマンスするかによってこう評価されるだけなので、あまり意味がない、そういうなんか性質のものなんですよね、その道徳的な正しさというか、それに基づいたその声明とかですね、出したところで、やっぱり評価されるのは、一体どういうふうにマネージするかでしょっていうような、そういうことなので、なかなかその道徳的正しさみたいなものに対して、それをこう、あえて明言しないっていうんですかね、そういうこう傾向があるのかなと。ですから、何もそのフォーラムの参加者が、まあ非公式だから、あとはなんて言いましょうか、こう、マネジメントを敵視しているから、もう聞かないとか、そういう、なんていうか、感情的な面だけでなくてですね、その道徳的な正しさに関しては、なかなかなんて言いましょうか、言ったからには、それなりの責任が発生するっていうのもあって、じゃあそれは負えるのかってなると、まあやっぱりパフォーマンスで示すしかないでしょうとか、実際にまあパフォーマンスといってもできることは限られていて、この倒産なんかしてしまった以上は、全部を救うことはやっぱりできないわけですよね。で、そのことが分かっている以上は、まあ絶対多かれ少なかれ批判は受けるわけですよね。ですから、あえて、道徳的なことは言わないみたいな、そういうようなこう構図なのかなと思ったんですね。で、そこでですね、やっぱり、ですから、前回ですね、問題が起こったときに、こう、まず、こう、関わっている人々にですね、与えられている選択肢の幅がですね、狭まってんじゃないのかなっていうことをちょっと見てみましょうって言ったんですけども、その一つのその目印になるっていうのがですね、その道徳的な正しさに根拠を置いたその発言とかですね、でそういうものが出てくるっていうのは一つのその指標になるのかなと。ですから本来はいろいろその地位とかですね、その役職の違いとかによって、やっぱりこう安定感と言いましょうか、不安感というのがやっぱり変わってくるわけですよね。ですから、マネジメントの方は、ある程度、力が強い方、で、非雇用者の方はいつ首切られるかわからない、その不安定な方なんですよね。で、そういうふうなこう違いがある。で、それが多分その大きな要因になると思うんですけども、もう取り得る、その不安解消のためにですね、取り得るその手段がほとんどもうないと、
ということで、その道徳的に正しさに根拠を置いたそのメッセージをこうとりあえず発して、まあ、それをこう交換し合って、まあ、慰め合うというか、そういう状況になってしまうと。で、片やそのマネジメントの方は、まあ、引き続きそういう、こう、何ですか、その理想像みたいな、その、理想にしか過ぎないその道徳的な正しさみたいなものは、いや、そんなものまあ当たり前ですよと。ただ自分たちはそういうものを、そういうことを言ったからって言って評価が変わらなくて、もうできることですね、その実際にそのパフォーマンスで示すしかないというですね、まあ、そういう、ある意味そっちも誠実って言えば誠実なわけですよね。ある意味その取れない責任は責任取れないのに言わない。ですが、その道徳的な声明というのは基本的にはもう全員に対して、どんなその立場の人に対してもその責任を負うっていうようなこう効果が出てしまうので、まああえてそのできないことは言わないみたいな、そういう意味では正直なのかなと、ある意味ですから、まあ、逆にその言えばちょっとこう弱いといえば弱い、ちょっとそのディフェンシブすぎるというんですかね、そういうところはあるんですけども、まあまるっきりその非難だけ、非難されるそのべきことでもないのかなと。で、実際その我々のその、私のその研究したケースを離れてですね、一般的な話にこう目を移してもですね、やっぱりそのこう理想的なこと、特にその道徳的な正しさっていうんですかね、その平等とかですね、格差解消とかですね、そういうのってなんとなくその、まあ、言う人はもちろんいますけれども、それをこう揶揄するような人だって結構いるわけなんですよね。で、それはやっぱりその、そういったこう、なんて言いましょうか、理想的な言葉っていうのは、まあ理想なので、嘘くさいというか、だからいくらでもその突っ込もうと思えば突っ込めるというようなところがあるんですよね。ですから、ただそれは、そういう発言がこう出てくるっていうことは、まあなんかこう、いろいろ、なんて言いましょうか、取りうる選択肢っていうのがこう、狭まってくればくるほどですね、そういうその道徳的正しさをアピールするようなですね、だから何とかしてくれっていうような、まあ、アピールなんですけども、逆になんかこう、なんとかなんともならないみたいな、そういうふうになりやすいんですけども、ただ、その道徳的な声明を出すっていうことで、どうなるかっていうことよりも、実際それが出てるっていうことは、そう出しているその周辺に、結構そのストレスが高まってるんじゃないのかなっていうですね、そういうこう見方っていうのもできないのかなっていうふうにその考えるんですね。で、ですから、あとこれも何度か申し上げたことはあるんですけども、ただその道徳的な正しさっていうのをですね、やっぱり大事なことではあってですね、その理想像、理想的な理想でしかなかったとしてもですね、やっぱり理想もある程度その発言したりしてですね、形にしておかないと、こう逃げてばっかり、そう言ってしまったら、その責任取らなきゃいけないからみたいなことで、こう避けてばっかりいるっていうのも、ちょっとその問題なのかなと。で、それはなぜかというと、やっぱりその責任、全体に対するその責任っていうものが発生するっていうのは、まあ、現実的にその責任を取るっていうのは不可能なんですけども、とはいえですね、全体に対する責任って何みたいなことは、やっぱりたまにはですね、こう想像できないと、どうしてもそのこう自分たちが分かる、もしくはその責任を取れる範囲内にこう細かくこう社会がこう分断されてしまう感じがするんですね。ですから、こう狭い仲間内だけでこう固まりやすくなるというんですかね。で、まあ、もちろんそれはどうやっても我々そういう似た者同士で集まったりとか理解できる人の範囲で
固まったりとかっていうのは当然その起こりますので、それ自体が悪いんではなくて、ただそこのうちにこもってしまってですね、それ以外のその社会もあるよっていうその想像力っていうのがですね、湧きにくくなるっていうのはちょっと問題かなと。ということで、まあ、理想ではあってもですね、例えばもう世界平和どうしましょうかとかですね、貧困削減どうしましょうかみたいなことは、やっぱり折に触れてですね、注意は向けてみる必要があるのかなと。で、それはやっぱりその、まあ、最初はそのコミュニティ内ですよね、その気心の知れたというか、そういう発言をしても、なんて言いましょうか、まあ、理解される範囲内っていうので、発言されないと、なかなかそのただ言っただけでおしまいみたいなことになってしまうので、あんまり意味がないんですけども、まあ、とはいえですね、そういうところから分かる範囲内で、分かり合えるその人のコミュニティの範囲内で、そういう話が起こるっていうのはやっぱり必要かなと思うんですが、まあ、それでもですね、なかなかその改まってですね、そのいや私たちはすべての命にこう尊厳を認めてみたいなことを言ったところで、なんかポカーンっていう、なかなかそのそういう話をする機会なんていうのもなかなか日常的にはないと思うんですよね。で、そういうことで、まあ、その代替といいましょうか、想像力をこう広げるという意味でですね、特にその道徳的な正しさにまつわるそのこう葛藤とかですね、ですから先ほど申しました通り、その理想的には正しいんですけども、言ってしまったらそれなりにこう責任が発生してしまうっていうですね、で、その責任というのは基本的には全体に対するものなので、現実的には取れないんですよね。でもやっぱりそういうその発言っていうのがないと、なかなかそのこう想像力が広がらない、どうしてもその自分たちの分かる世界の範囲中だけにその閉じこもってしまう。で、そういうこう弊害が出てくると。で、そうすると、さらにその取り得る範囲、選択肢の範囲っていうのがこう狭まるんですよね。ですから、あんまりそのこうあんまりいいスパイラルじゃない、その負のスパイラルっていうんですかね、そういうふうになるので、それをこう脱するためにも、やっぱりこう道徳的なその問題っていうのは、ちょっと考えた方がいいわけですね。で、ということで、その小説とかですね、その物語系のその読み物っていうんですかね、それにはその必ずそういうその葛藤といいましょうか、なんか合理性だけでは整理できないものとかですね、そういうものが必ず入っているんですね。ですから、私たちが例えばその物語なんかを読んで、こうもしその学ぶべきことがあるとするなら、まあ、そういうその割り切れないものがあるよねとかですね、だから学ぶというよりは、まあ、それをこう思い出す感じですかね。で、そういうその複雑な事情、もう簡単にその理想だから、とりあえず理想は口にしてみましょうよ、じゃあ済まない、その言ってしまったからにはそれなりの、責任がありますよということで、それはなんとなく我々本能的に分かるわけですね、その理屈で理解しなくてもですね。で、そういうことで、その理想と現実の狭間っていうのもありますし、責任っていうのもありますし、すごくこう難しい問題ではあるんですよね。だから、そういうのを、まあ、こう本当にバーチャル、仮想的にですね、その経験するっていう意味でも、そのこう物語とかそのフィクションとかをですね、こう一回読んで、フィクションみたいなものをこう追っかけてみるっていうですね、そういうこうプロセスを気づいた時にですね、増やしてみるみたいな、そういうことも結構効き目があるんじゃないのかなということを考えているわけです。